おはようございます、シド。遅いわよ、シド。もう食べ始めてるわよ。ソーセージとジャガイモというのは素晴らしい組み合わせだな。一体誰が考えたのだ？ドイツ人かしらね。おお、そうか。すごい奴らだな、ドイツ人は。ちゃんと作ったアルスさんを褒めてあげましょうね。すごいじゃないですか。大したものだ。偉いな、アルスは。召喚の鐘に応えてな。みんなで共演の円卓を囲むのもたまには悪くない。主公、たくさん作ったので来てほしいと連絡がありました。休日ですし、断る理由はありません。そうみたいですわよ。私もお招きいただきましたので。そうですわね。だいぶ人間らしくなったのでは？最初の頃からは想像できませんわ。どうぞ、ヨトガミトウカ、おかわりです。おお、待っていたのだ。ん？なんだこれは。チーズが乗っているぞ。すごいではないか。チーズトーストというそうです。ピザトーストから具材を抜いただけのようにも思えますが、チーズトーストには独自の良さがあると言われています。わかるぞ。トーストと溶けたチーズだけのシンプルな、なんだ、おいしいのだ。このサラダもすごくおいしいです。色鮮やかで綺麗だしね。各種のビタミンやアミノ酸、ミネラルの配分がいい合理的な組み合わせ。そんなことより大事なのは美味しいことなのだ。サラダなのに鶏肉も入っていて幸せだぞ。タンパク質の摂取は必要。それに好みの具材ということであれば。指導が行うより調理時間は長くなってしまいました。ヤトガミトウカが大量に食べることを考慮した結果、分配基準もよく分かりませんでした。経験がまだ足りません。ヤトガミトウカは何もしていない。ただそこに座り、
ひたすらに食べ続けているだけ。その点、私は食器の準備や飲み物を食卓に配膳する作業を補佐した。指導は私を撫でるべき。それなら、いい提案がある。私と指導がデートをする。残りの者はそれを後ろから眺めている。これで、全員が参加できる。何を言っている！大体貴様は！こうしましょう。みんなでカラオケに行きましょう。カラオケならこの大人数でも全員が参加できると思うわ。バカね、それは逆よ。歌がいいと思ったからカラオケにしたの。
歌ならアルスにも理解はできるけど、体験したことがない事柄でしょ。体験してみることによって彼女の心にも何か変化が起きるんじゃないかと思ったの。月並みな話だけどね。それとも私の隣は嫌なんですの？シド、こっちも空いている。なんなら私の膝の上でも。シドさん、曲の入れ方がわかりません。そこだ、行け、ヨシノ。さりげなくシド君を隣に呼び込むのだ。カラオケで勝負を挑んだのですが、あえなく打ち死にしたのです。よしよし、かぐやは強い子です。強敵に一矢報いんと天に歌報じるも、ナイトセイレーンの歌声に我が家はつき膝も折れたのだ。解説、文化祭の時の雪辱をと意気込んだ結果です。ふっふん、歌での勝負なら誰にも負けませんよ。ねえダーリン、褒めてください。なーに、やり遂げたような顔になってるのよ。ちょっと来なさい。よかったじゃないかじゃないわよ。漫然と楽しんでないで、しっかり精霊たちのフラグ立ててイベント進めてきなさいって言ってるの。気張ってきなさい。はい、シド、とても興味深いです。歌というのも実際に聞くのは違うものですね。私は大丈夫です。それよりいつか指導が誰かと歌っているのが聞きたいです。はい、誰かと共に歌うことをデュエットというそうですね。デュエットもシチュエーションとして最適ではないでしょうか。シドウさん、
えて吉野はテレビっ子だからね。最近の曲もバッチコイだよ。任せてください。番号はシドー君、野暮は言っちゃいけないよ。ヨシノンは二人の邪魔にならないように見守ってるよ。貴重な体験でした。この結果をもとに新たなデータを収集できるはずです。もう少しで分かりそうな気がするんです。だから私に見せてください。実はな、今朝下駄箱に手紙が入ってたんだ。しー、声が大きいぞ。いつかそうだ、ローブレジャーだ、間違いない。いや、正確にここかどうかはわからない。いつ俺の話だと思った？手紙が入っていたのは隣のクラスのやつだ。ちなみに名前は知らない。朝たまたま見かけただけだからな。そうだ、うるせえ。俺を差し置いて幸せになるやつは許さん。邪魔してやる、邪魔してやるぞ。トーカちゃんたちとイチャイチャしてるお前にはわからないんだよ。向こうからも来たぞ。ああ、しかもまんざらでもない感じだな。
その世界はやはり霊力的な異常も発生して、進化ね。この部屋だけ一時的にだがね、このままではすぐに切れてしまうだろう。そうだ、私の NPC に会ったらよろしく頼むよ。おい、そうなのか。もしかしたらあっこにいるかも。
シドさん。わかりました。どうしたの？そんな驚いた顔をして。このままじゃ中途半端で終わってしまう。何も実ることはなくて、いつまでも答えは出ない。もっと先、もっと先を見せてあげて。
さまざまな情報を知ることができました。ですが私はまだ愛がわかりません。だからシドーに選んでほしいです。ここに来てくれた皆さんはいつか指導に好意を抱いている。それは間違いないことです。いつか指導のそばにいたい、自分のものにしたい、それが愛ですか？私もそう考えます。けれどこの世界には結実した愛がありません。だから私はその先を知ることができない。だから選んでください。愛を誓った相手を。指導と彼女たちの行く末を。そりゃもちろん大人の女性よりも小さな女の子の方が好きだってこと。ご迷惑でしたか？
したお茶目じゃない。男の子なら気にしない気にしない。それならどうして私のことで困っていたんですか。そんなに困ることなんですか。別に吉野は気にしないと思うよ。ねえ吉野。なかなか頑張り屋さんだね。こんなにたくさん資料を集めちゃってさ、そんなに吉野とのデートが楽しみだったの。ふんふん、映画にブティック、レストラン、無難なところだね。ちょっと背伸びしすぎなお店もあるけどさ。あ、遊園地とか動物園、水族館もあるんですね。そうだよね。今シドウくんが隠したのは、吉野にはまだまだ早すぎる気がするしね。早いってどんなところですか。自信を持って引っ張っていってこそ男の子なんじゃないかな。よしの。初デートは失敗したくないよね。わかるな。やると迷っちゃうね。指導君的におすすめはないの？さすがに全く考えてなかったわけじゃないでしょ。
ヨシの一人じゃ出歩けないし、せっかくだからこういう機会に出歩くのもいいかもね。シドウくんも分かってるじゃないの。そうそう、つまりそういうことだよ。私はシドウさんの行きたいところで大丈夫です。一緒ならきっと楽しいですから。ほらほら、うんうん、なるほどね。まあ彼氏のお部屋で二人きりっていうのもドキドキだよね。それって当然じゃない？違うんですか？まあいいけどね。
近くて遠いこの距離、そのもどかしさが指導くんにわかるかな。吉野なんて昨日の夜からずっとそわそわしてて、今朝も起きるなりお風呂に。我慢してるんじゃないの？ほほー、それじゃシドウくんは何かプランがあるってことかな？これ DVD ですか？どれもレンタルじゃないみたいだけど、もしかしてシドウくん、実はこういうのが趣味？女の人向けのものばかりですね。ふーん、シドウくんのおすすめはあるの？もう勉強不足じゃないの？おい、シドウくん、遠い目をしてるけどどうかしたの？吉野はこういうの結構好きなんだよね。そうなのよ、特に恋愛物が気になるみたいだよ。そういう意味ではシドくんナイスチョイス。その興味はあるんですけど、楽しいからだけじゃなくて。この人とお付き合いするのは初めてですから、だから勉強しようと思って。私はあまり分かりませんから、できるだけ恥ずかしくないようにしないと。続き、何を言おうとしていたのかな。もうシドくんのいけず。それじゃこれいいですか？吉野は一人でレンタルビデオとかはいけないしね。
シドー君はもうちょっと強気で攻めてもいいと思うな。せっかく可愛いヨシノと二人きりなんだしさ。まさか主人公の人が偉くなっていく話だったなんてね、予想外だったよ。あの、シドーさんは暇じゃありませんか？そうですか、よかった。ようなことじゃないけどね。またまたとぼけちゃってって言っても、吉野もはっきり言わないとわかんないんじゃないかな。吉野とのデート中に他の女の子の話をするのはどうなのさ。
そうかな。そっか、ならいいんだけどさ。ただ、吉野じゃちょっと柔らかさが足りてなかったりする。シドウくんはなんだか居心地が悪いようにも見えるけど。やめますか。あんなにたくさんの女の子とイチャイチャしてるシドウくんが。しっかりしてないかな。別に悪いなんて思ってません。それもほっとします。慣れてる指導さんの方が嫌です。シドウくんってば眠そう。っていうか、ほとんど寝ちゃってるね。ほんと、なってないな。そんなことないよ、シドウさんは。ん？シドウくんは？とっても、すごい人だから。まあまあ、そう焦るなよ。きっといつかも楽しめるって。
それに最近、最近お前なんか急にモテ出して俺と遊んでくれなかったしな。まあ今日はその辺、とりあえず脇に置いといて、久々に男同士の友情を深め合ってもいいんじゃないかと思ってな。それは、やっほー、シード君、お疲れ様。もう学校は終わったんだよね。お疲れ様です。シド君に会いたいって聞かなくてね。知らない人がいっぱいいるけど大丈夫って吉野も心配したんだけどさ。大丈夫です。こうしてシドさんにちゃんと会えましたから。いつか。知らねえよ。馬に蹴られて死ぬ前にクールに去ってやるぜ。うわあ。もしかして吉野たちはお邪魔だったかな。いやいや悪いね、シド君。悪いけど、せっかくなんだし、吉野たちと楽しい時間を過ごさないかい？
らんっていうくらいだからね。そうなんですか。だけどさ、ファミリーレストランって名前、よく考えたら意味深じゃないかな。一緒に来る相手はやっぱりファミリーになるのかな。ん？それだとヨシの私とシドーさんが。それに小鳥さんも。そうなんだけどね。まあつまり獅童くんはここに女の子を誘うとき、そういうことは考えてないの？おほう、つまり吉野は気合を入れるまでもないってことかな。私気にしてません。ごめんごめん、ただちょっと意地悪したかっただけなんだよ。けど、すみません、私とだからそういうお店行きづらいんですよね。知らないなんてまさか。シドーさんも初めてなんですよね。私も一緒にいろいろできるようになりたいです。ヒューヒュー、やけるね。熱々なんだから。もうシドー君のおすすめはないのかな。ふんふん、季節のフルーツフェアか。確かに美味しそうだね。よしの、これにする。シドーさんは、どうしてヨシノのパフェをおねだりだね。あーんだね、あーん。悪くないんじゃないかな。またまた、自分もパフェって飲んじゃったらスプーンを使い回せないからね。私コーヒーでいいですか？いえ、違います。そういう気分っていうだけで。そんなことはないかな。吉野もそういうお年頃だってことだよ。吉野、あんまり言わないで。
はい、コーヒーの気分です。苦いから苦手だっていつも言ってるのにね。頑張っちゃってるのかな、ヨシノ。ヨシノ、私だってコーヒーくらい飲めます。苦いのも平気です。そうです、コーヒー美味しいですよ。シドウくんもなかなかやるね。ヨ
私のも我慢しないと。跡が残っちゃったら大変だよ。はい、我慢します。なんて言いながら冷たくて思わず出ちゃった吉野の声に実はドキドキしちゃってるんじゃないの。指導くんに太ももをなで回されちゃったりするんだよ。だってその方が大人っぽいですから。そんなことなんてひどいです。本当は甘いもの好きなくせに強がっちゃってもう。はい。でも指導さんはいいんですか？
夜、一緒にいてもいいですか？おお、よしのってば大胆。まさかシドウ君にそんなアプローチを仕掛けるだなんて。なんだかんだ言って、シドウ君はヨシノの言うことは大抵聞いてくれるよね。ありがとうございます。それは、ヨシノが可愛くてしょうがないから、どんなお願いでも聞いてくれちゃってるってことかな？レベル上がってきちゃったんじゃない？だけどもうこんな夜中なのに出歩いちゃってるなんて、ヨシノは悪い子だな。ある意味危険じゃないかななんて思っちゃうんだけど。シドウさんは危険じゃないよ。そうかな。シドウくんって紳士的だし優しいし、ヨシノの言うことは何でも聞いてくれるところがあるけど、
それでも男の子だしさ。それに今は吉野の可愛さにメロメロなわけだし、どんなアクシデントがあるかわからないんじゃない？そうだよ吉野、だから大丈夫。ま、それならそれでいいけどね。熱っぽく語り出す指導くんっていうのも想像できないね。でも残念ながら吉野もそんなに詳しくないんだよね。だけど
こから見える空も星たくさんで、すごく綺麗です。シドーさんはもっとすごい星空を見たことはありますか？いつかなんて言わなくてもすぐに行けたりしないのかな？他の女の子に頼らないといけないだなんて、シドー君、そういうのを解消なしって言うんじゃないのかな？私なら、それでも大丈夫です。だけど、シドー君も忙しそうだし、一体いつになるんだろうね。私、待ちます。シドーさんなら、きっと約束を守ってくれるって信じてますから。
で、どういうこと？私は司令のいる場所ならどこにだって馳せ参じますよ。非常事態なんだもの、仕方ないでしょ。最近というか時期がはっきりしてるんだけどね、吉野が指導と付き合い出してからちょっと不安定なのよ。けどケーキの故障なんかじゃないのよ。まさかシド何かとんでもないことをしたなんてことないわよね。ですが司令、シド君と吉野さんは付き合っているのですし、恋人同士でするようなことであれば問題ないのでは。そんなことを聞いてるんじゃないわよ。ありがとうございます。確かにあなたと吉野は付き合ってる。恋人同士だから二人でいろいろすることもあるでしょう。それなら問題はない、そう思ってる。もしかしてキスもしてないとか言わないでしょうね。それが原因って可能性もなくはないわね。でもシド、あなたやっぱり吉野と付き合い出してから何かやらかしたんじゃないの？司令、シド君は嘘をついていないようです。なるほどね。本当に何もしてないか、あるいはシドがとんでもないことを当たり前だと思ってやってるか。じゃあどうして吉野が不安を感じてるのよ。その二人とも好きで納得して恋人になったんでしょ。ヨシノさんはシドウ君には何も言っていないのですか。うん、それで別にいいわ。司令、シドウ君にも自覚はあったようですし、この場はそれで良いのではないでしょうか。そうね、今日のところは許してあげましょう。言えないわ。今すぐ緊急事態とは言わないけど、何がきっかけでどうなるかわからないわよ。そういった事情もありますが、今回の件は司令が指導君を心配し。余計なことは言わなくていいの。ありがとうございます。ご心配なく、私が死んでも代わりはいますので。
バカな指導がバカなことをしてめちゃくちゃになったらバカみたいじゃない。そうね、仕方ないか。私たちはとりあえず経過を観察かしら。緊急事態になっても指導君に任せなければならないのが心苦しいところではありますが。そうね、ここは指導に任せる。でも何かあったらすぐに伝えなさい。それはないよね。うん？となるともっと大事なことかな。吉野だって恋する乙女だもの。そりゃ当然悩みくらいあるよ。指導くんにだって当然あるでしょ。何もする必要がないんじゃない？はい、関係してます。それは恥ずかしいです。あれ？でもこの悩みもそういう秘密に含まれちゃうのかな？本当に指導さんには
つまらないことだと思うんですけど、私小さいですから。吉野は自分が子供っぽく見えるせいで獅童くんに迷惑かけてるんじゃないかってずーっと悩んでたんだよ。気にするようなことです。私真剣に悩んで。そうだよ獅童くん、そういう風に言っちゃうのひどいな。獅童さんは気にならなかったんですか？そうなんですか？本当に？調子のいいこと言ってるだけじゃないのかな？他にも大人っぽい服を用意してみたり、ただ吉野が着られる服ってあんまりないからどうしてもブカブカになっちゃったりしてね。言わなくていいから。似合わなかったから言ってなかったのに。獅童くんってばブカブカでヒラヒラであっちこっち見えちゃっててセクシーな吉野を見たいなんてなかなかの通だよね。やだ恥ずかしいです。だけど獅童さんがどうしても見たいって言うなら、その獅童くんとしては彼女なんだしさ、何でも素直に言うことを聞いてくれた方が嬉しいんじゃないの。我慢なんて。だけどそれは私がしたいからしてるだけです。本当に私が子供っぽくてもいいんですか？獅童さんはそんな私を好きと言ってくれますか？おお、大胆！そうだね、今までも我慢してたし、大人になるのはもうちょっと後でもいいかもね、よしな。
だけど、シドウさんが恥ずかしくないって言うなら、そのゆっくりでもいいですか？一緒にデートに行って、コーヒーとかじゃなくてパフェとか食べたり、ジュースを飲んだり、服とかじゃなくてぬいぐるみを見たり、そんな私でも一緒にいていいんですよね。シドウさん、はい、私もシドウさんと一緒にいたいです。ゆっくりでも歩いて行きたいです。ヒューヒュー、まったく二人とも青春だな。お似合いすぎてヨシノ嬉しくなっちゃう。シドウくんがそのままのヨシノだけじゃなくて、これからも好きだって言うんだから、それでいいんじゃない？もっとも、このままのヨシノがベストで、ここから変わったら困るなんてシドウくんが言い出したら、さすがにヨシノもいろいろ考えなくちゃならなかったけどさ。もっとも、そうじゃないと安心してヨシノを任せられないけどさ。あの、ありがとうございます。シドウさんは今のままで大丈夫ですよ。その今の私が私らしくシドウさんを好きだって思って、できるだけ頑張ってみたんですけど、これが精一杯って。だけど、いつまでそれで我慢していられるのかな？嫌がらなければやるんだ。シドウくん大胆発言しすぎじゃない？しいので、そのこれが精一杯。
指導さんを待ってます。指導くんも気が長いよね。だって指導くんも若い男の子なんだし、彼女ができたらしたいことはたくさんあるんじゃないの？なんでもしていいですよ。何でもしていいってさ、この子の。どうしてですか？それは別に吉野がどうでもいいってわけじゃないよね。吉野も構わないって言ってるんだし、指導くんが我慢できなくなったり衝動がこらえきれなくなっちゃったら好きにするといいんじゃないかな。はい、心の準備はできてます。Thank you.
二人の愛を感じる共同作業だね。あの今日はその持ってきたものがあるんです。なんだと思う？サイズの割に軽くて柔らかくて触り心地がいいもの。さあ何でしょう？あのこういうものです。私が作ったんです。あのこっちが指導さんで、こっちが私です。なかなかイケメンにできてるじゃない。これならヨシノンと一緒に並んでても大丈夫だね。だよね。当然シドウ君に会えない時はそのぬいぐるみを見たり抱えたりして、その寂しさを紛らわせてるんだもの。ねえ、想像した？想像しちゃった？ごめんなさい。そんな。ありがとうございます。大丈夫です。それが私のわがままだっていうのは分かってますから。シドウ君にはシドウ君の生活がちゃんとあるからね。ヨシノだってそれを邪魔したくなんてないよ。指導さんのぬいぐるみ大事にしててもいいですか？よかったね、ヨシノ。今までもご飯の時に横に置いたり、一緒に寝たり、お風呂に入ってたりしたからね。あの、ちゃんと手洗いしないとダメですけど。本当にいいんですか？シドウ君がいいって言ってるんだから、それでいいんじゃない？なんなら代わりにこのヨシノぬいぐるみをシドウ君のところに置いていくとかどうかな。それでシドウ君も添い寝したりすれば、いつでもヨシノをそばに感じられるよね。それかわいいと思います。
不思議ですか？それじゃあ今はシドウ君もヨシノンたちの仲間なのかな？ヨシノを抱き枕にして寝るだなんて、シドウ君は幸せ者だね。こんな贅沢なかなか味わえないと思うよ。それにそうやって一緒に寝るなら思わず手が当たっちゃっても仕方ないよね。私もしかしたら寝相が良くないかもしれないから、その時はごめんなさい。そうなんですか？つまり逆に言えば、眠っちゃった後なら踏みつけなければシドウ君は目を覚まさないってことだよね。緊張してどうするのさ。
だけど今は妹に気を使って彼女を抱き枕にもできないんだよね。指導さん、みんなに優しいですよね。そうだよ、それも指導くんのいいところだけどさ、他の女の子にも優しすぎたら不安になっちゃうんだって。乙女心わかんないかな。あの、その指導さんは悪くないです。ただ私が勝手に不安になってるだけで、それも本当に勝手なんです。優しいことはいいことです。それを心配するなんて良くないことです。指導さんが私を裏切ることなんてないって信じているのに。なのに独り占めしたくなる時があって、ごめんなさい。むしろやめないでください。指導さんが急に他の人に冷たくしたらもっと悲しいです。だから結局吉野がわがままだっていうだけの話かな。罪作りだな。これはもう責任取らないといけない。指導くんは相変わらず大胆だな。指導さん、あの、よろしくお願いします。